未就学校の先生やってるんですけど、で、大嫌いなものがありまして、石原さとみさんの大好きなパクチーが本当に食べれないんですよ。すごい嫌いよ、確かにそれはそうだよな。で、一緒に食べたら克服できるんじゃないかと思って、子供たちが見てるこのテレビで食べてやろうと。大好きな石原と一緒なら変われるかもしれないという先生、果たして奇跡は起きるのか。
50年間ずっとやってきたことそうなんですよ、ね、50年間温めてきたことを披露して喜んでいただけたらとても嬉しいです。